マーワラー・アンナフル、マーワラー・アンナフル、マーワラー・アンノールとは、中央アジア南部のオアシス地域の歴史的故障である。アラビア語で、川の向こうの土地を意味する言葉で字義通りには、アム川北岸の地域を指し、ギリシア語やラテン語で書かれたヨーロッパの資料に見られる、トランスオクシアナ、トランフシアナ、オクサス川、アム川より、向こうの地と同じ意味を持つ。日本では、英語読みの、 トランスオキジアナと表記されることもある。実際には、アム川とシル川の間の地域を指す言葉として使われ、その領域には、今日のウズベキスタンとタジキスタン、それに、カザフスタンの南部とクルグズスタンの一部が含まれている。北は、カザフステップ、西に、カスピ海、南東に、天山山脈とパミール高原が位置し、西南に、キジルクム砂漠とカラクム砂漠が広がる。北から南、 西から東へ向かうにつれて、海抜高度が上がり、一年を通じて乾燥した気候にあり、気温の年角差は大きい。マーワラアンナフルと呼ばれる地域は、イスラーム以前のサーサーアンアサが、アケメネス町の行政単位をそのまま用いて、ソグディアナと呼んでいた領域とほぼ重なる。また、サマルカンドやブハラなどのマーワラアンナフル南部の地域は、 かつてのソグディアナの名称がそのまま残り、特に、スグド地方、バイラット、アイスグドとも呼ばれ、現在のタジキスタンのソグド州に名称が受け継がれている。マーワラアンナフルは、主として、イスラーム化後の時代を指して使用される語であり、イラン、イーラーンと対峙する地域である、トゥーラーン、ツーラーンと呼ばれた地域と、お同一である。ティムール朝の時代には、 マーワラアンナフルとトゥーラーンの故障が併用され、トゥーラーンはアム川からホータンの境界に至る広範な地域を指し示していた。7世紀以降、アラビア語、ペルシア語の地理書などでは、マーワラアンナフルの領域はおおよそ、アム川、ジャイフーン川を西境とし、東はシジュ川、サイフーン川までの地域を指す場合がかった。マワラアンナフルの北限は、 不明確であり、イスラーム時代の初期には、アラブの征服地の範囲と、ほぼ一致し、15世紀のティムール朝の歴史家、ハーフィズアブルーは、シルガワより、北地域をマーワラアンナフルに含めていた。トゥルク、トルコ系民族の諸勢力が多いシルガワよりも北の地域は、トルキスタンと呼ばれ、10世紀末から、マーワラアンナフルのトルカが侵攻すると、シルガワ以北の地域と同じように、 トルキスタンと呼ばれるようになる。シルガワイ北の東トルキスタンに対して、この地域は西トルキスタンと呼称されることもある。トルキスタンの地名が広まった後、マーワラアンナフルの呼称は、仮称としても使われるようになる。ザラフシャン川やカシカ川、アム川に流入する支流の流域ではオアシスが形成され、農業が営まれていた。アム川やシルガワ、 ザラフシャン川などの河川の流域に、サマルカンドやブハラなどに代される都市や村落群と、高地が開発され、定住地域の周辺に広がる草原や砂漠には遊牧民が活歩する地であった。また、中国内地とを結ぶシルクロードが発達し、旧緑系民族やソグド人などが、交易などを通じて、東西を結んだ。紀元前6世紀にトランスオクシアナは、 アケメネス朝のキュロス2世によって征服され、ソグド州に区画される。アケメネス朝期のソグド州で、どのような統治が敷かれたかは明らかになっていないが、アラム語、アラム文字が導入され、アラム文字はソグド文字の原型となったと考えられている。アケメネス朝を滅ぼしたマケドニア王国のアレクサンドロス3世に対して、トランスオクシアナの住民一度は降伏するも反乱を起こし、 紀元前329年から紀元前327年までの間およそ5万のマケドニア兵が反乱の鎮圧に動員された。アレクサンドロス三世による征服の後、ヘレニズム文化がトランスオクシアナにもたらされる。アレクサンドロス三世の死後、トランスオクシアナはセレウコスアサ・バクトリア王国の支配下に入り、バクトリアの貨幣を模した貨幣が鋳造され始める。 紀元前2世紀にバクトリア王国が大月氏によって滅ぼされた頃、トランスオクシアナは遊牧民族の皇居によって支配されていたと言われている。トランスオクシアナと中国を結ぶ交易路は、大月氏や郷土などのタリム盆地に勢力を有する遊牧勢力に阻まれていたが、前貫の武帝によるフェルガナ、ダイエに遠征の結果、紀元前2世紀から交易が開始される。 トハー・アリスターンに建国された、クシャーナ朝は、トランスオクシアナを支配下に置き、クシャーナ朝が衰退した後のトランスオクシアナには、オアシス都市の連合化が成立する。5世紀半ばに、トランスオクシアナを含むパミール高原異星のオアシス地帯は、遊牧民族のエフタルの支配下に入る。イスラーム構えのトランスオクシアナは、イラン系のソグド人の根拠地であり、ソグディアナと呼ばれていた。 ソグディアナは中央アジアの肥沃な地域の一つに数えられ、中心地であるサマルカンドに居住する。ソグド人はザラフシャン川の水を利用して農業を発達させた。ソグディアナはペルシア文化圏に属し、イランのサーサーン朝からの影響を強く受けていた。オアシス都市は城塞、キャンディスト、市街地、シャーリスタンから成り立ち、規模の大きいオアシスは、 市街地の外に広がる郊外、ラボドを有していた。それらのオアシスト氏は、周辺の村落や農地と共に一人の領主によって支配され、中国の資料には、ソグディアナに存在していた公国、サマルカンド、ア暗国、中コ国、ブハラなどの都市国家が挙げられている。七世紀後半までの約二世紀の間、ソグディアナは、チュルク系の遊牧民族特決の支配下に置かれていた。 木アセカガンの指導下でエフタルを破った特決はソグディアナを征服し583年に東西に分裂した特決のうち西特決はソグディアナを支配下に置いた。ソグド人は遊牧勢力の支配下で商業活動に従事し火星回廊から東トルキスタン、セミレチエからソグディアナにはソグド人の植民都市が作られた。ソグド人の商業活動によって 中央アジアの珍品が中国にもたらされ、中国の小王朝は、西方との国交を樹立するために盛んに支社を送った。七世紀半ばに、西特厥が、唐の遠征軍の攻撃を受けて壊滅した後、ソグディアナは、唐の勢力下に入る。銀貨、銅貨が流通し、七世紀初頭から、方形の穴が開けられた中国式の銅貨、プニーが鋳造された。ソグディアナでは、 手工業が盛んで、綿織物、絹織物、銀器などが生産されていた。8世紀初頭のウマイヤ朝の将軍、クタイバイ文ムスリムの征服後に、マーワラアンナフルのイスラーム化が本格的に進展し、イスラーム化と並行して、近世ペルシア語が広まっていった。この地域は13世紀にモンゴル人に侵される馬で、イスラム文化の一中心地であり続ける。 651年にサーサーンアサを滅ぼしたアラブ人の軍隊は653年にコランサン地方を征服し、654年に初めてマーワラアンナフルに現れる。略奪、功能の徴収を目的とするアラブ人の侵入が繰り返された後、705年からクタイバによって実施された中央アジア征服をきっかけにマーワラアンナフルのアラブ支配、イスラーム化が待った。 クタイバによって、ブーハラ、サマルカンドなどの都市に、モスク、寺院が混流され、遠征に従軍したアラブ兵の移住と征服地の住民のイスラームへの改修が推進されたと言われている。クタイバの死後、715年から737年までの間、マーワラ・アンナフルは、突起せによって占領される。マーワラ・アンナフルの支配権をめぐって、毎年のように続く。 ウマイヤ軍とソグド諸国、トッセ連合軍の戦争から逃れるため、多くのソグト人は東方に避難した。739年に、ウマイヤ朝のホラーサーン総督ナスルイブンサイヤールは、シルガワの下半でトッキセの指導者、バクガタツアセを捕らえ、ソグド諸国と和平を締結し、マーワラアンナフルの脱会に成功した。ウマイヤ朝のカリフヒシャームの治世に、 ソグド人の反乱が鎮圧され、アラブのマーガラアンナフル支配は、格好たるものになる。そして、751年に、アッパース朝がタラスカ藩の戦いで、高戦士の率いる党軍に勝利を収め、中央アジアにおける党の勢力は大きく後退した。アッパース朝のカリフ・マームーンの奪権に貢献したサーマーン朝は、マームーンの委任を受けて、 マーワラアンナフルからホラーサーンにまたがる領域を支配した。サーマーン朝の下では、イラン文化の復興が推進される。サーマーン朝は、東方から進出してきた、デュルク系のカラハンアサに滅ぼされ、サマルカンドやブハラはカラハンアサの王族たちによって、統治された。10世紀末から11世紀にかけて、カザフスタンからシルガワまでの地域に居住していた。 トゥルク系遊牧民族のオグズがシル川を越えて南下し、トゥルク系民族の移動はマーワラアンナフルでのルキスタン成立の契機となる。パミール高原西部のトゥルク川すでに6世紀後半の西特結の時代から始まっており、8世紀初頭の無グ文書にはトゥルクの言葉に由来する低住民の人名や地名が認できる。カラハンアサの時代からマーワラアンナフルは、 天山ウイグル王国が支配する東トルキスタンに対する西トルキスタンと化し、支配者の言語としてトュルク諸語が浸透していた。イランに移動したオグズの一団がセルジューク朝を建国した後、マーワラ・アンナフルはトュルクイスラム圏の東方地域を形成していた。ティムールが台頭する14世紀までに、この地域のトュルク化はほぼ完了していたとされている。 カラハンアサは十三世紀初頭、ホラズムシャー朝のアラーウッティン・ムハンマドによって滅ぼされ、サマルカンドは一時ホラズムシャー朝の首都になった。しかし、ほどなく1219年、モンゴル高原から勃興したチンギスカン率いるモンゴル帝国によって、マーワラアンナフル全域は侵攻を受け、サマルカンドやブハラなどの諸都市は、モンゴル帝国の攻撃によって破壊され、 あるいは降伏後に城壁が破却されるなどした。モンゴルの侵入は、マーワラアンナフルの経済に多大な打撃を与え、口述するティムール町の時代に入って、かつての栄えを回復する。ホラズムシャー朝滅亡後は、各都市に、ダルガチ行政総督が置かれて、モンゴル帝国の行政区に組み込まれた。1222年秋に、チンギスカンは、 キッタン人のヤリツ赤い親子をマーワラアンナフルブサに、ジ、ア赤いと、各都市に派遣されたムスリム官僚は荒廃した、マーワラアンナフルの復興に着手した。チンギスカンの後を継いだオゴデイハーンの時代、中央アジアは、オゴデイの兄、チャガタイの資料に定められ、ダルガチに就任したマフムード・ヤラワチとその息子で、父の公認となった、マスウード・ベクの親子の下で、中央アジアの諸都市は、 一い回復見せる。1259年のモンケハーンの死後、中央アジアでは、オゴデイ家のカイドやチャガタイ家のバラクが台頭した。モンゴル帝国の中央アジアの財務当局はこれら、王族同士の紛争によって、当時中央アジアで最も勢力が大きかったカイドの支配に吸収されてしまった。1三百一年のカイの死後は、チャガタイ家のドゥアが、東は、イリ地方一帯から、 マーワラアンナフル全域まで支配た。1320年頃にチャガタイ半国の当主に即位したケベクは定住民との関係を重視し、マーワラアンナフルに居住するモンゴル人は都市生活とイスラーム文化に適応していった。都市生活に馴染んだマーワラアンナフルのモンゴル人と伝統的な遊牧生活を固守する藩国東部のモンゴル人の対立が深まり、 1340年代に、チャガタイハン国は東西に分裂する。1358年に、西、チャガタイハン国の有力者カザガンが暗殺された後、西、チャガタイハン国の各地で、有力アミール、貴族が拡挙する状態に陥る。モグーリスタンハン国、東、チャガタイハン国の君主トゥブルクティムールは混乱する。マーワラアンナフルに侵入し、 1361年に一時的にチャガタイ半国を再統一する。この過程の中で、マーワラアンナフル内部を根拠地とするチャガタイ家のアミール層の中から、バルラス部族のティムールが頭角を表し、モグーリスカンを根拠地とする他のドゥアスへのチャガタイアの王族たちと支配地域を開けるようになる。マーワラアンナフルで生まれ育ったティムールはこの地を本拠地とし、サマルカンドや、 自分の故郷であるケシュ、シャフリサブズをおととした。マーワラアンナフルを中心に権力を拡大するに、連れて、イランやアフガニスタン、インド、ジョチウルス、キプチャク半国の諸勢力が抗争を繰り返す、キプチャク草原へも遠征した。一方で、ティムールは、ヤシ、トゥルキスタンのホージャーフマドやサビービョーなど、巨大なモスクやマドラサ、宮殿、庭園、 中央アジア各地の聖者病や自らを含むティムール一門の病母など、現在にも残る巨大な建造物群の建設、増築を各地で進めた。モンゴルでありかつムスリムであるという、いわゆるチャガタイ人という意識が、マーワラアンナフルのチャガタイウルスケアミール層に形成され、ティムール朝時代には、終始再編さやチャガタイ王公貴族の間にも、 ペルシア語文芸の愛好のみならず、自らの母語である、チャガタイトルコ語の文芸運動などの文化活動も新たに盛んになった。ティムール死後の後継者争いを制して王いについたシャー、ルフは、マーワラ・アンナフルの統治を、長子のウルグベクに委任し、自身は、即位前からの領地である、ホラーサン地方のヘラート本拠地とした。ウルグベクは、ヘラートの宮廷からの干渉をほとんど受けることはなく、 自由に政務を取り、内政、外政、学芸の保護に尽力する。1420年にサマルカンドに天文台が建設され、ウルグベク時代のサマルカンドはイスラーム法に基づく厳格な統治が敷かれていたヘラートとは、対照的にティムールの時代と同じように自由な空気が流れていた。シャールフの死後の王位をめぐる混乱で、ティムール朝の領土は分裂し、 アブサイードの子孫が支配するマーワラアンナフルの、生徒フサインバイカラが支配する、ホラーサーンの政権が並立する。アブサイード政権のマーワラアンナフルでは、スーフィー、イスラームの聖者のホージャアフラールが指導する、ナシュバンディ教団が強い影響力を持ち、ホージャアフラールの後継者は、強大な政治力と経済力を相続した。遊牧民族のウズベク国家であるシャイバーニー長。 ブハラ藩国は1500年にサマルカンド1507年にヘラートを占領しティムール朝は滅亡するムハンマドシャイバーニーハンを始祖とするシャイバーニー朝はティムール朝で活発化したペルシア語チャガタイトルコ語による文芸運動を積極的に吸収継承した首都となったサマルカンドやブハラはその発信地として繁栄しその影響は モグーリスターン半国にまで直接及び、現在の新疆ウイグル自治区の文化的な基盤を形成している。ブハラ半国やヒバ半国などのトュルク系遊牧民のウズベク国家が建設されたために、トュルク家がより進展し、かつてシルガワイ北の地域を指して使われたトルキスタン、トュルクの住むところが、シルガワ、アムガワの間の地域も含むようになった。マーバラアンナフルの子は、 地名として定着しており、ウズベク国家の成立後も、資料では、マーワラ・アンナフルが使い入れ続けられた。16世紀末に、シャイバーニー長が断絶した後は、アストラハンン国のジャーン長がブーハラを首都として支配する。しかし、イランに成立した、小王朝との交争のため、マーワラ・アンナフルの経済力の回復は難しかった。18世紀初頭に成立した、交換度半国は、 清市、ロシア帝国との交易で大きな利益を上げたが、19世紀に入ると、ウズベク系の三藩国は、ロシア帝国の干渉を受けるようになる。1868年に、ブハラ藩国。1873年に、ヒバ藩国が、ロシアの支配を受け入れ。1876年に、高官土藩国が征服される。1867年にマ、マワワラアンナフルは、 ロシアによって設置されたトルキスタン総督府の管轄下に置かれ、ロシア帝国の保護下に置かれながらも、1920年に、ブハラのマンギとアサの君主アーリムハーン、ヒバのイナクアサの君主サイードアブドゥッダーが、ソビエト連邦によって追放されるまで、マーワラアンナフルには、モンゴル系の政権が存続した。ロシア革命後の1924年に、中央アジアで実施された、民族、 共和国協会確定によって、マーワラーアンナフルは各共和国に区画される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。